がこういい感じになってキックを始めたんですよね、うん、その時、うん、お待たせしました。わお、今夜のゲストはヒデさんです。どうも、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。疑問があるんですけど、はい、聞いたんですけど、XJAPAN さんの時に、コンサートでブラジャーとか飛んでくるって聞いたんですけど、うん、ブラジャーとかは優位に及ばずですね。ブラジャー優位に及ばず及ばずで、ソロコンサートとかで行くじゃないですか、はい、地方とか。そうすると表をね、網タイツだけの女の子とか歩いてたりするのね。それはよそうよっていう感じのこう結構ここは編みタイツなんですか、うん、編みタイツっていうか全部ね、はい、編みタイツだし、上から下まで編みタイツ以外ない、うん、そう、なんかそれでなんかショールみたいなの背負ってんだけど、うん、そこはどうなってんのか、そこはどうなってんだっていうような格好をして。へえ、そういうファンの方が多いんですか。多いっていうか、特殊な、ファンなんですけどね。捕まったりしないですか。そう、いや捕まるぜって感じ。捕まるで、捕まりますよ。どうすごい、やりたくないですね。イントロが聞こえた。やがてそのメロディーに時間は止まり、フレーズとともに思い出は蘇り、ラブソング。今夜のゲストヒデさんの思い出のラブソングはハードロックバンド ACDC の1980年のアルバムからタイトルナンバーバックインブラック。まるで空のように俺はハイになっている。このヘアスタイルは不滅だし、俺には9つの命とキャッツアイがある。みんな不思議がってるけどね。という詩なんですけれども、はい、ACDC、 ACDC かなと思って。9つの命とキャッツアイって何ですかね。だから猫って9つの命があるっていうふうに言われてるんですよ、結構。アメリカの方とか、なんかそういう、なんていうの、伝説みたいな、民謡みたいな、民謡じゃないですね、なんか、なんて言われてるんですけどね。でも、あんまね、考えないでください、この人たちね、そこまで考えてないですから。あ、そうです、そういうバンドなんです。どういうところが魅力だったの、好きになった部分。好きになったのは結構自分でその ACDC の曲を演奏するようになってからなんだけど、もう本当ね、演奏してても分かんないけど単純だし、単純だし、もうわびさびなんかないし、うん、だからその単純さが、だから多分その海兵隊の兄ちゃんたちとかがいいのかなと。家でね、なんかちっちゃい音で聞く音楽じゃないのね、僕も大きいボリュームで、大きいボリュームで、僕もだからそういう海兵隊のクラブとかで遊んでた時も ACDC よくかかってたのね、もう爆音で、そうするとなんか知らないけど、その海兵隊のなんか脂っこい兄ちゃんたちは血がたぎるらしくて、うわーとか言ってんのね。なんか気持ちはわかるなと思いつつ、僕はこうちょっと弾いてみてたんだけど、こんな遅かったのね。久しぶりです。どうですか、久しぶりに聞かれて。やっぱなんかこう、この神経さ反省するようなこの声、声がすごいですね、僕最初ダメでしたね、この声は。俺もダメだったのよ。なんだけど、爆音で聞いてて一緒にカーって言ってると、なんか良くなってきたのね。私ロックあんまり聞かないんですね。聞かないですね、結論。いや、結論じゃないですけど聞かないから、なんか新鮮です。車とかでも、ね、すごいいいんだよね、吹っ飛ばしてる時とか、なんか車でなんか走ってるって感じですね。すごい大地的な感じがあるんだね。まあ広い道って感じになってるじゃない、なんか。だから日本の渋滞してる道にはどうかなっていう感じがするんだけど、あとこう、もう音をガーってやっても、近所が1キロ先とかそういうところに住んでるから、そういう状況で聞けるんだよね。そういうなんか日本とかで、そう、隣からうるせえとか言われるような状況だとあんまり発展しない音楽だし、ほとんどだから日本の住宅事情にそぐわない音楽だからね。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。すごかったです。もうすごく引っ張りましたよね。この曲にどんな思いがこの曲はですね、そのクラブとかで遊んでた頃ですね、やっぱ爆音でかかって兵隊とか大騒ぎするんだけど、その頃にこの出会った女の子が一人いましてね、それで、みんなバーってやってるところで僕たちカウンターの横でずっとなんか話してて酔っ払ってきて、なんかこういい感じになってキスを始めたんですよね。それでちょうど1時間ぐらいでキスしてたのを覚えてるのね、その時さんがですか、私がね、わお、はいはい、それ時かかってたのが結構バックインブラックなの、もうずっと1時間ぐらい、このバックインブラックのアルバムがずっとかかって、でこれこの曲自分でも演奏してたから、そういう思い出があるんだよね。でそれからなんかこうそのキスした女の子といい感じになって、それから結構長い間付き合ってたりしてたんだけど、1時間って長いですね。長いですよ。分かった。あ、なんでこれがラブソングなのかなってちょっと思ってたんだけどね、最初は。あ、そうですよね。タラララランって感じないですもんね。まあそうですけどね。で、その後の発展っていうのは、その後はね、だから、なんか何年か付き合ってたけど、どんな女性だったんですか。いや、どんなっていうかね、いや僕は結構ね、ずっと好きだったよ、人なんですよ、はい、その前からね、でも僕はずっと年上の人だったし、はい、まあ、そんなね、こともないだろうとかって思ってね、でねバックインブラックがかかってるこの、はい、かかってる中でこう結構みんな大騒ぎしてんのね、ビール瓶投げたり喧嘩したりとかってバーってしてるな、すごいですね、はい、中で僕たちがそれを横に見ながら、だからもう隅っこの方でイチャイチャしてて、伊勢さんはお友達と行ってたんですか、そのクラブに。もうそこはもう根城みたいな感じだったから、もう毎日のようにそこで朝まで過ごしていたんですよ。おいくつの時だったんですか。それがいくつだろう、19とかかな。19。相手の方はどのくらい年上だったんですか。5つかな。大人ですね、じゃあ24くらい。年上が結構好きなんですか。そのいやほらだから自分が年を取ってくるとどんどん射程距離が変わってくるじゃない。あ、まあそうですけどね、19ぐらいだと結構年上に憧れますよね。ガンガンもう OK だったりするんだけど、今自分の年齢になって年上っていうと結構幅が狭くなってきますけどね。なるほどね。この後ヒデが縁組に。今夜のゲストヒデさんは21日にニューシングル「ロケットダイブ」をリリース。分厚いギターサウンドはもちろん、印象的なボーカルにも注目のロックンロールナンバーです。ダイブとかすごい自分でチケット取ったんですか。出てたの。僕のねソロのライブに出てもらったり。出たんですか。出してもらったんです。あ、綺麗。みんなブーイングしませんでした。いや、もうブーイング嵐すごい。でも本当ね、すごいエンターテインメントが楽しい、お客さんがね、本当ハッとするようなねライブをやってくれるんで、ぜひ今度。でもお客さんとかね、僕のソロのステージはお客さん全然ステージ上がってくれて構わないようになってるんですよ。上がってくれるようにして。はい。ヒデさん見えなくなっちゃうじゃないですか。全員だと困るんですね。何人か何人かピックアップ、何人かピックアップして上にね、なんていうの、そういうフロアを作ったんですよ、はい、僕たちのバンドの後ろに、踊れるスペースを、で踊りたい方どうぞって。へえ、すっごい楽しいですよ。ということで、はい、今日のお客様皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞお帰りなさい。また来てください。ありがとうございます。